ボクシングの東洋太平洋スーパーバンタム級8位、ナスカワ天心、定見、が18日、東京、有明アリーナでの123ポンド、55.79キロ以下、契約8回戦でメキシコバンタム級王者ルイス・グスマンに3対0で判定勝ちした。4月に判定勝ちでボクシングデビューし、今回が天候2戦目。初の KO 勝ちはお預けとなったが、 ジャッジ三社とも80、70をつける干渉だった。画像、突然抜かれた横浜流星の顔面が美しすぎた、ナスカ天心戦をサングラス姿で観戦した実際の写真。4月のデビュー戦も干渉ながら判定決着。自身はもちろん、ファンにも物足りない結果に否定的な声が聞こえたが、自分の意思を貫いてきた。ボクシングを本格的に始めて1年にも満たない新人。 高すぎる期待を受けながら邁進する姿には、また一つの楽しみがある。戦績は25歳のナスカワが2勝、27歳のグスマンが10勝、6KO、3敗。文イコールザアンサー編集部、浜田洋平。確かな違いを見せるには、1分あれば十分だった。初回だ、ナスカワから左カウンターが炸裂。早くもダウンを先取し、拳を突き上げた。 二回以降も打ち下ろしの左やボディでぐらつかせる展開。フックも折り混ぜ、六回にはロープ際でラッシュ。七回に二つ目のダウンを奪い、最終八回の終了間際にも左を決め、後ろ向きにぶっ飛ばした。KO はできなかった。ボクシングは難しい。ポジティブ思考のナスカワも悔しさを滲ませた。ダウンで進化した姿は見せられたと思うけど、最後の最後がうまくいかない。 人生うまくいかないもんだなって、お客さんがいる以上、KO ですかと勝ちたかった。相手が何もしてこない時に、どうやって攻めようと迷いました。打ってきた相手に合わせることを練習してきたけど、それだけになってしまった。前回より強くなっているけど、まだまだ、4回に左拳を痛めたが、そういうのも含めて試合。左が打てないなら右を使うべき、と猛省。 慶応勝ちを豪語していただけに、物足りなく映る結末だったかもしれない。だが、まだ2戦目、課題を多く抱えつつ、成長はあった。4月、キックボクシングから殴り込みをかけ、ボクサーデビューした。抜群のスピードを武器にほとんどパンチをもらわず、大差判定で圧勝。しかし、SNS などから、倒せなかった、慶応できていない、と小石が飛んできた。 揚げ足取りは嫌が大でも目に入ってくる。